はゲノム編集のバグか。戦士時代から生きてるって話だ。人でもなきゃ獣でもない。教授、いかがいたしますか。音楽を。いいね、人らしい生き物になってきた。しかし人とは明らかな相違点があります。テロメアにアポトーシスが見られない。つまり不老です。遺伝暗号にある7つのコードのせいでしょうか。まもなく彼女は12ヶ月間の休眠状態になる。脳内をマッピングすればダイブできるはず。街は生き物、生命体だ。その鼓動が聞こえてくる。時には穏やかに、時にはせき立てられるように、そして時には不快に。街は僕らの心を、肉体を揺らす。また彼女だ。よく見かける。向こうは僕のことを気に留めているようではないな。重要な任務がある。何事でしょう。都市のバイタルサインに乱れが出た。急行しろ。バイタルの乱れって滅多にないことですよ。都市計画の影響じゃないですか。拡張工事とか。いや、場所はターミナルコアなのだ。あそこは廃墟となって久しい。何やら不穏だ。
チューブの駅構内ということですか。チューブ、地下鉄だ。開園時に走らせていたんだが1年足らずで廃線、同時にターミナルコアも閉鎖された。今じゃオカルトマニアしか寄りつかねえんだけどな。かの号は抜け殻の不法投棄も絶えぬ場所、都市の病変を仕込まれたとあれば一大事だ。原因を探り問題解決に当たれ。くれぐれも慎重に。はい。榊、分かっているな。はい。